原口のりは、日本の美術家、オイルプール、テヘラン現代美術館収蔵神奈川県横須賀市に、生まれる、日本大学芸術学部美術学科を卒業した、モノ派の主要アーティストとして知られる。1960年代後半から美術家として活動を始め、1977年、ドイツカッセルの美術展、ドクメンタロークに、初めて日本人作家として選ばれ、 出展した作品、オイルプールは美術界に衝撃を与えたと評される。作品、オイルプールは、展覧会終了後は、イランのテヘラン現代美術館に展示されている。続いて、パリ市立近代美術館でも、第10回パリ青年ビエンナーレに参加し、1978年には、デュッセルドルフのゴルリー・アルフレッド・シュマラで、海外での初個展を成し遂げた。2001年、 ミュンヘンのレンバフハハウス美術館における古典、のりゆき原口、2007年ハンブルク美術館におけるマレービジエのオマージュ展、ダッシュアールチェクアドロット、オマージュ EN メールウィッチなど、大規模な古典で海外での評価が高い。2009年に横浜のバンカート1929のスタジオナイクで、国内では初となる新作を含む大規模な回古展、のりゆき原口、 ソサエティマターを開催。2020年8月27日、胃がんのため死去。74歳没。AB 原口のりゆうべし AB 原口のりウォールツーウォール、のり原口から、美術手帳、美術家、原口則幸氏、イランと日本の文化は共通の感覚を有している。 パーズトゥデイ、https コロンスラッシュスラッシュパ p a r s t o イドットコムスラッシュ za スラッシュニューススラッシュア iran-i362342020 年6月6日閲覧。アーティストの原口の之氏死去。産経新聞社。 https://www.sankei.com/.life/.news/.200831/.lif200831-0048-n1 html2020 年8月31日閲覧ありがとうございます。